ことなら、京都と比べると奈良の存在感は少々薄い。有名寺院などもたくさんあるのに、新幹線が走っていない、宿泊者数が少ないなど、大阪、京都に飲まれ、控えめというか、アピール不足というか。今回紹介するのは五条市。奈良県でも、さらに地味な西の方にある。五条の城の字が旧字体なのも、京都の五条と紛らわしい、という理由もあるという話も。五条へは和歌山線というローカル線で向かう。奈良駅から1時間半ほどかかって、五条駅へ。駅名は、五条、と、城の字を使っている。駅構内に、五条を代表する、有名な柿の葉寿司店、田中さんの売店があり、購入。選んだのは色とりどりの、五条楽、という商品。柿の葉にはくるまれていないが、色味とおしゃれ感にまんまと釣られた。駅を降りてしばらく歩くと、いかにもレトロな商店街が出迎える。商栄会通り、さらには商礼会通り、曲がったり、坂があったりしながら、商店が連なっている。シャッターが閉まったところが多いのだが、実に趣がある。隠れている看板たちもいい。坂を下ると、五条の町の本丸に入る。ずらっと並ぶ商家群。中古醤油さん。明治の創業のよう。後ろを振り向くとまた印象的な建物が。お寺のような屋根の瓦。上部にある、部屋の窓のようなもの。こちらは、栗山家住宅。建築年代が判明しているものでは、日本最古のものだそうで、1607年の建造物。現在も住人がいらっしゃるそうで、中は見られないが、外からだけでも、ただものではない感じがプンプン。その斜めあたりにあるのが、中庭。重厚でありながらも、どこか涼しげな建物。こちらは1704年建築だ。これらの建物がスタート地点にあるのが、重殿建築である、五条新町だ。新町通りに入る。このカーブ、なんて素晴らしいんだ。車や、電柱があるのが、気にならないぐらいのタイムスリップ感。酒と書かれた看板があるのは、山本本家さん、という酒蔵。橋のたもとには、これまたただものでない、風格を持つ小さな建物が。持ち商一橋さん。残念ながら閉店してしまったようだ。橋を渡ってもまだまだ続く古い町並み。その中にも、新たな息吹が注入されているのがよくわかる。食べ物屋さんになっていたり、牛乳屋さんになっていたり、はたまた鉄道模型屋さんまで。通りの中央部に立派なお屋敷がある。黒塗りの壁、防火対策された鉄の窓、そして二段になっているうだつ、柿本家住宅。こちらもまだ現役で使われているようだ。通りを隔てた公園に、松倉重政公の石碑がある。江戸時代初期に、この、五条新町、を整備し、商業、宿場、交通の要所を作り上げたと、説明にあり、五条では名君とされている。が、その一方では、その後のいわゆる、島原天草一揆、の要因となり、島原城の無理な築城や、キリシタン弾圧を行った人でもある。人にはそれぞれの顔がある。一面だけを見ていると、素晴らしいことと見えることでも、掘り下げていくと、違った一面も見える。善と悪、強さと弱さは表裏一体。
そんなことを考えながら街を歩いていると、いきなりアーチ型の洒落たコンクリート客が現れる。これは戊辰戦の跡である。その名の通り、五条から和歌山の新宮までを結ぼうという、壮大な計画のあった路線である。先ほど跡と言ったが、実際この橋の上を鉄道が走ることはなかった。その路盤を一部利用して、バスが走っていたのだが、こちらも2014年に廃止されている。決して派手な街ではないし、いかにも観光地というわけではない。商店街も寂れているところはあるが、細々ながらでも、この古い街並みには、生活がまだまだ息づいている。味わい深い五条の街。のんびり歩きにまた来たい。